有史以前から人類が使用し続けた領具、武具の一種である槍、シンプルについて攻撃するほか、振り回すことによる打撃も可能で、基本操作が他の武器に比べて容易であることに加え、相手と距離が取れることによって戦いを有利に進められ、また、剣と剣同士の戦いよりも恐怖感が薄まることから、練度の低い兵士を戦力化するのにも適していました。今回の翻訳元では、そういった槍の合理性や使い勝手の良さに着目し、日本刀と西洋剣はどちらが上かでよく論争が起きるが、どちらも槍にはかなわないという趣旨のことが指摘されています。投稿は1000を超えるコメントが寄せられるなど、大反響、様々な反応がありましたので、その一部をご紹介します。